かえり酒造。おばあさま。やっぱり我が家は一番ね。このソファ。こら、そんなところで妹みたいに体操しないでおくねん。どこかよ、つまんねえ。おちびちゃんにはお似合いだと思ったのよ、うん、今度の2月でもう16です。自分の魅力で男たちを操って生きるのって素晴らしいことですよ。奥様、奥様、どうしたの。旦那様が、旦那様がお亡くなりになってます。ベッドの上で。旦那様が死んで一番得をするのは誰ですか。意味わかんない。おっと、これは推理小説の定番だ。被害者の遺産を相続する者が一番怪しい。私のことそんなに嫌い。そうもそも興味がございませんわ。聞いた、聞いた、今の言い草。おめでとう。さあ、この鍵、どなたがお持ちになりますか。え、どなたが。愛するマルセル、あなたのためならどんなことでもいたします。あなたと二人でいつか乗ってみたい恋人たちのゴンドラに。落ち着いて皆さん。ダンブス、よそ者の仕業じゃないことはこれで分かった。つまり犯人はこの中にいるってこと。